きまして赤コーナーよりボブ・サップ選手の入場です。面白くなりますよ。ここからどう攻めるのか。
ラグビーでもこの第1ラウンドを注目しましょう。非常に楽しみですね。今後の戦いを占う意味でもこの第1ラウンドを注目しましょう。
ストレートから入る。下段蹴りから入る。テイクダウン。このポジションからどう料理していくか。これからの展開が面白くなりますよ。ここからどう攻めるのか。さあサイドポジション有利な体勢になるか。ああいいですね。これいいですよ。しかしここは一瞬で食い下がる。さあどうか。まだ抵抗している。さあどうか。さあここからマウントポジションになった。さあ決まった。完全に決まっている。決まってますね。完璧ですよ。あっとここでタップ。タップしましたね。今のシーン、試合が決まった場面をリプレイでもう一度見てみましょう。アッパーだ。しかしこれをガードする。
は一旦間を空けるか。さあどうか、どこからどう攻めていくか。アッパーから入る。おっと、しかし打撃が飛んでくる。ああ、うまいうまいうまい。ここは一旦後ろに下がった。相手のプレッシャーから一旦解放されたか。さらにストレート、そしてハイキックを繰り出す。ボディだ。強烈なパンチだ。オーナーありました。ミドル、ジャブだ、アッパーだ。これは一方的な展開。さあどうする。一気に猛攻をかける。さあどうだ。いやー、これはいい試合ですね。アークも綺麗に入った。あー、これはすごいすごいすごい。どうだどうだ、必死に食い下がっているぞ。さあどうだ、必死に抵抗している。逃げられるか。すごいのが入った。あー、すごいすごい。レフリーがここで止めた。決まってしまった。強烈な攻撃をまともに受ける形になってしまいました。あー、決まりましたね。この試合のハイライト、もう一度リプレイでご覧ください。経過しました。おっと、強烈なパンチ。ここは一旦後ろに下がった。相手のプレッシャーから一旦解放されたか。さらにストレート、しかしこれはガードの上。両者とも一発がありますからね、狙っているでしょう。
藤田選手、まだまだいけると思うんですよね。あっと、強烈なパンチが炸裂する。まずはストレート、ストレートから入る。おっと、ストレートを伸ばす。そしてフロントキックを出していく。まずはストレート、さらにストレート、さらにストレート。カウンター入った。おっと、ジャブだ。おっと、今のは脳が揺れた。試合ですよ。両者も一発も狙っているのか。藤田選手、もっと気持ちを前に出していった方がいいですね。しかしこれをガード。ジャブだ。ストレートだ。ストレートだ。
ホームランを放つ。これはすごい、すごい攻撃です。見応えのある試合展開です。すごいですね。すごい試合になってきますよ。あーっと、綺麗に入った。あーっと、すごいすごいすごい。あーっと、レフリーが止めた。レフリーが止めた。決まってしまった。強烈な攻撃をまともに受ける形になってしまいました。あー、決まりましたね。さあ、今の試合が決まったシーン、リプレイでもう一度見てみましょう。選手の入場です。ハミー、ワン、ツー、スリー。
どちらのファイターでしょうか。注目しましょう。谷川さん、この2人の戦い楽しみですよね。先ほど控え室を覗いたんですが、お互い気合い入ってましたからね。すごい試合になると思いますよ。ストレートから入る。さあ、タックルだ。しかし打撃が飛んでくる。おお、すごい応戦しましたね。あ
麻生はしかし逆に打撃を食らってしまった。ああ、うまいうまいうまい。もう一度タックルを狙う。おっと、ここでテイクダウン。このポジションからどう料理していくか。これからの展開が面白くなりますよ。ここからどう攻めていくでしょうか。さあ、首を取りに行くぞ。ここから一気に決着をつけることができるのか。さあ、サイドポジションへ持ち込む。ああ、いいですね。これもいいですよ。膝で行く、膝で行く。しかし、打撃で応戦する。足に食い下がっているぞ。ここからどう展開させるか。首を狙う。さあ、どうか決められるのか。プレッシャーをかけていく。さあ、サイドポジション、有利な体勢になるか。さあ、ここからですね。ここからなんですよ。ここからどう攻めるのか。首に行くか。さあ、どう料理していくのか。あっと、サイドポジションを狙っていく。ああ、これサイドポジション大事ですよ。さあ、第1ラウンド今終了しました。さあ、このラウンドのハイライトを見てみましょう。青コーナーより
77kg。 青い目の侍ジョシュ・バーネット、この試合、両者の体重差が15キロ以上あるため、本来様は
上げるのはどちらのファイターでしょうか。注目しましょう。谷川さん、この2人の戦い楽しみですよね。お互いすごい緊張してるみたいですけどね、リラックスしていい試合をしてほしいですね。ジャブから入る。まずはジャブを出す。さらにミドルだ。しかしこれをガードする。そしてストレートだ。ストレートだ。あっと強烈なパンチが炸裂する。
強烈なパンチだ、強烈なパンチだ、カウンターで入る、いきなり強烈なパンチ、まずはフックから、フロントキックから入る、まずはフックから、さらに強烈なパンチ、強烈なパンチだ、強烈なパンチだ、ファーストワンツー決まった、ハイキックだ、強烈なパンチだ、さらに強烈なパンチ、さあどうだ、効いているぞ、これはすごい、すごい攻撃です、さあどうだ、効いているぞ、一気に猛攻をかける、さあどうだ、ボディだ、タックルに行く、この試合いよいよ盛り上がってきました。これはすごいですね。さあまずはガードポジションを確保しました。ここからどうするかが見どころですよ。さあここからどうするのか、さあここは首を狙っているぞ、ここから一気に決着をつけることができるのか、あっとサイドポジションを狙っていく、あこれサイドポジション、ここで第1ラウンド終了のゴングです。さあこのラウンドのハイライトをご覧ください。いかがご覧になられましたか、今のラウンドは。お互い良かったですよね、よく攻めてましたよ、ただ決め手を変えたって感じですかね、よく相手が見えてるみたいですから次のラウンド期待しましょう。なるほど、この後の展開はどうなるのでしょう。ラウンド2、さあ第2ラウンドが始まりました。先ほどのラウンドは危険に入ってましたよね、このラウンドもこの調子でいってほしいです。カウンター入った、さらにローだ、さあ耐えろ耐えろ、ここが踏ん張りどころ、ストレートだ、ボディだ、ジャブだ、ストレートだ、おっと強烈なパンチだ、見応えのある試合展開です。すごいですね、全部打ち見せてますね。さあどちらが先に仕掛けるか、中西選手もっと気持ちを前に出していった方がいいですね。カウンター、このフロントキック、しかし戻っている、勝利への執念か、フロントキックだ、いいフロントキック、ここは一気に行く、一気に打ち込んでいく、さあどうだ、効いているぞ、すごい気迫や、こちらのネット、あーっと綺麗に入った、あーこれはすごいすごいすごい、強烈な凄まじい攻撃です。レフリーがここで止めた、決まってしまった、ものすごい攻撃をまともに受けてしまいました。あー止めますね。この試合のハイライト、もう一度リプレイでご覧ください。
戦い、いかがご覧になりますか。先ほど控え室を覗いたんですが、お互い気合い入ってましたからね、すごい試合になると思いますよ。さらに膝蹴り、一旦ここは間合いを開けました。相手のプレッシャーから一旦解放されたか。後ろに下がった。やはりなかなか攻められないか。ストレートから入る。まずはストレート。ストレートから入る。さらにストレート。まずはストレート。さらに下段蹴り、ボディから入る。そして下段蹴り、そして上段内の回し蹴り。おっと強烈なパンチ、上段内の回し蹴り、そしてジャブを繰り出す。あっと、しかし打撃で応戦する。ここは一気にいく、一気に打ち込んでいく。これはすごい、すごい攻撃です。この試合いよいよ盛り上がってきました。これはすごいですね。ストレートから入る。さらにフック。さらにフック。しかしこれをきっちりとガードしている。いや、微動だにしないですね。今のはいい感じだと思いますよ。さあ、第1ラウンド、今終了しました。さあ、このラウンドのハイライトを見てみましょう。良かったですよ。お互いのいいところが出てましたね。このまま行けばいい。
いい試合になりますよ。次のラウンド。ミドル
ャブから入る。ストレートだ。まずはストレート。ストレートから入る。さらにストレート。しかしこれをきっちりとガードしている。今入りました。おっとストレートを伸ばす。ストレートだ。ジャブだ。おっとストレートを伸ばす。まずはミドルキック。ボディから入る。おっとカウンターが入る。さらにストレート。そしてストレートだ。あっとこれはチャンス。自信存在です。今チャンスですよ。これはすごい。すごい攻撃です。すごい気迫がこちらまで伝わってきます。フロントキックだ。ジャブだ。ロージャンピングニーだ。ストレートだ。意地と意地とのぶつかり合いか。効いてますね。ダメージありますよ。ストレートだ。さあ一方的な展開だ。さあどうだ。効いているぞ。これはすごい。すごい攻撃です。さあどうだ。効いているぞ。おっとこれはすごい打ち合い。一気に猛攻をかける。さあどうだ。これはすごい。すごい攻撃です。すごい気迫がこちらまで伝わってきます。ダウンだ。あーいいのが入ったな。強烈な一発が炸裂した。ファイティングポーズ取れるか取れるのか。ここで終わりか。ここで終わりなのか。谷川さんすごい気迫ですね。すごいですね。全部一気に出てますね。さあここでラウンド終了のゴング。第1ラウンド終了です。さあこのラウンドのハイライトを見てみましょう。いかがご覧になられましたか、今のラウンドは。いやー一瞬の隙をつきましたね。おそらくあれで狙ってたんじゃないでしょうか。綺麗に決まりました。次のラウンドも狙っていくでしょう。そうですね。さあ次のラウンドはどうなるでしょうか。第2ラウンド間もなくです。ラウンド2。さあ第2ラウンドが始まりました。先ほどのラウンドはかなり自分のカラーを出していったと思います。このラウンド注目しましょう。ラッシュだ。ラッシュだ。あすごいすごいすごいですね。おっとグッズがまずはジャブを出す。ミドルキックから入る。あおっとノーキック。いい、ね、まずはストレート。さらにローだ。強烈なパンチだ。ストレートだ。ストレートから入る。ストレートだ。ロー。おっとフックか。いいですね。いい攻撃ですよ。あおっとこれは防戦一方。ここは一気にいく。一気に打ち込んでいく。ここは一気にいく。一気に打ち込んでいく。ストレートだ。フロントキックだ。あっと一方的に打ち込んでいく。ここは一気にいく。一気に打ち込んでいく。ここは一気にいく。一気に打ち込んでいく。ミドル。フックだ。ロー。ストレートだ。強烈。すさまじい攻撃です。さあ勝てるか勝てるか勝てるか勝てるのか。さあどうだ。会場からは割れんばかりの大声援です。いやこれはいい試合ですね。試合で気合が勝ってますよ。ジャブだ。ストレートだ。さあ一方的な展開だ。すごい気迫がこちらまで伝わってきます。ジャブだ。おっと強烈なパンチだ。一気に猛攻をかける。さあどうだ。これは一方的な展開。さあどうする。さあどうだ。効いているぞ。ストレートだ。これは一方的な展開。さあどうする。一気に猛攻をかける。さあどうだ。ジャブだ。ジャブだ。さあ第2ラウンド今終了しました。さあこのラウンドをリプレイで見てみましょう。谷川さんいかがご覧になられましたか、今のラウンドは。今のラウンドきつかったですね。でもまだ動きはいいと思いますので次のラウンドに期待しましょう。なるほど。次のラウンドで何かが起こるかもしれません。ファイナルラウンド。さあ最終ラウンドのゴング今
すごい攻撃です。すごい気合いがこちらまで伝わってきます。ジャブだジャブだ。あおっとストレートを伸ばす。追い詰めた追い詰めた。さあどうなる。さあここは一気にいく。一気に打ち込んでいく。ダウン。
強烈、すさまじい攻撃です。おっと、ここでレフリーが止める。レフリーが止める。ここで試合が決まった。
新リプレイ